こんにちは、石木真由です。私はもう20年も誘導瞑想というものをお教えしております。この番組では皆さんに感情をコントロールするための誘導瞑想の仕方をお教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。いいですか？では今日のテーマはこれです。はい、では昨今はとても状況が激しく変化していろいろな不安があるということになってますね。皆さんも不安を感じた時どうすればいいかなって考えていらっしゃると思います。もちろん何かを買い占めるとか、それから外出を控えるとか何かやってらっしゃるかと思うんですけれども、そういうこと、もちろん外出を控えるのはいいんですけれども、買いだめをしてですね、安心するというのもちょっとあまりいただけないですね。他の方に迷惑がかかります。ですからその不安をもっと心の中から解消するということを覚えれば、もっと落ち着いて暮らせますよね。確かに物資はたくさんあるのでそんなに困らないはずなんですが、それでも皆さんが焦って買いだめをしてしまうとしたら、それは外側の要因ではなく心の内側から来ているわけですね。ですからその一番簡単な解消法をこれからお教えします。皆さんはこれから目を閉じてこの私の言うことを聞いてくださいね。で、目を閉じるときにコツがあります。ただ目を閉じただけではダメなんです。自分が幼い子供だと思ってください。一番いいのは6歳の自分だと思うことです。6歳の自分はとても外側のいろんな状況で不安を感じますよね。そういう状況だと思ってください。そして私がこれから言うことを目を閉じて聞いていてください。いいですか？今あなたは6歳の子供です。大人たちが騒いでいてとても不安に思っています。何が起きるんだろう、どうなるんだろう、大丈夫なのかな、お父さんやお母さんが騒いでるし心配だな、そんな風に思っている子供の自分なんです。その子供の自分に未来の、ずっと未来の自分が会いにやってきました。あなたの目の前にずっと未来の自分がいると思ってください。それは2025年かもしれないし、2030年かもしれません。あの困難な時期を乗り越えたずっと先の未来の自分があなたの目の前に立っているんです。あなたはその未来の自分を見ています。その未来の自分は何歳ですか？その未来の自分をあなたはどう思いますか？その未来の自分があなたの目線に合わせるようにしゃがんでくれました。そして肩を優しく抱いてくれます。そして頭を撫でてくれます。そして優しく抱きしめてくれました。あなたはそのままで聞いています。心配だったんだね、不安だよね、今までに体験したことがないことだからどうしていいかわからなかったんだね、みんなが大変だ大変だって言うから自分ももっと焦らないとダメなんじゃないかと思ったり、のんきにしてたら他の人に出し抜かれて損するんじゃないかと思ったり、それから情報をかき集めてちょっと賢くなろうとしてみたり、でもそうすることで余計に不安になったりもしたよね。でもね、大丈夫なんだよ。未来の自分があなたを守っているからね。未来の自分はいつもいつもちゃんとあなたのそばにいてあなたを守っているんだよ。あなたが本当には何も困らないように守っているよ。必要なものはちゃんと
未来の自分が与えてあげるからね。何か本当に必要な時に未来の自分にお願いしてごらん。そしたら未来の自分はちゃんとあなたのところに必要なものを届けるからね。心配しなくていいんだよ。あなたは未来の自分にちゃんと守られている。だから安心していなさい。そして未来のことを考えていなさい。この困難がいつの間にか消えていて、あなたがとても楽しく笑っているところを想像してごらん。そして今までと違うもっと素晴らしい世界が開けているのを想像してごらん。大丈夫だよ。あなたのことはちゃんと未来の自分が守っているからね。安心しておやすみなさい。はい、いかがでしたか？ちゃんと安心して笑顔になりましたか？ここが重要なポイントです。またこの瞑想は必ずあなたが6歳の時をイメージする。これがポイントです。こうすることであなたの深い意識にこの言葉を持っていくことができるからです。ですから普段聞くのも悪くはありませんが、より効果を出そうと思ったら子供の自分をイメージしてくださいね。6歳というのは一番6歳がイメージしやすいからです。もしかしてあなたが3歳でもイメージしやすいっておっしゃるならば3歳の方がいいですよ。もちろん3歳の時にこんな状況があったわけではないですから、これはあくまでも誘導瞑想のための手法であって、あなたの記憶を書き換えるためのものではありません。それよりももっとこれは強力なんです。直接深層意識を書き換えるやり方なんですね。子どもの時は誰もこんな風に不安を取り除いてはくれませんよね。だからこのことはあなたの古い脳に書き込まれていなかったんです。ですから今書き込む必要があります。これをちゃんとやっているとそんなに周りが不安だ不安だと言ってもあなたは慌てずにちゃんと必要なものはちゃんと得られる、そういう暮らしになりますよ。だから安心しましょうね。ではまた次回をお楽しみに。